敵自我データ飽和率 60%。
人類が残したアンドロイドがまるで人類になれないかのように、エイリアンが残した機械生命体がまるで人類になれないかのように振る舞う。私たちは似ている。だがネットワーク化された私たちの方が圧倒的に優れている。予測、防衛飛行による敵の論理進化。愚かなアンドロイド、なぜあなたは死を受け入れることこそ全ての終末ではないのか。敵自我データ飽和率 90%。私たちは一つで複数で、私たちは有限であると同時に無限で、私たちこそ完成された精神のありようなんだ。予測、生命の多様性を学習。ああ、見える光が私たちは進む。この先に未来に。敵自我データ飽和率 100%。 予測、敵自我が分裂を開始。私たちにはトーパーズが必要だ。このアンドロイドをこの先に置けばさらなる困難が私たちに訪れる。その問題を乗り越えることで私たちはより一層の進化を遂げるだろう。賛同しない。このアンドロイドは危険。この場で破壊してしまう必要がある。私たちの勝利を疑う者は敵だ。勝てると思っているのか。なんだ。報告、飽和したジオが相互に逃走を開始。まるで人類みたいだな。なんでまだ動けるんだ。推測、ベイサーバーの残存データに。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは喋ってるんだ。報告、敵の過去記憶の流出。
だった。壊れた。だから、お前たちも壊す。あの瓦礫は不明。何かの資材にする可能性。資材？何を作るんだ？不明。Hit!
その程度。この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たち。うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ、僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けること。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。
本当は気づいていたんだろう。ナインエス、うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦、ここで彼女と争うことは。ポット一号さんに命令、貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令はA2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。9S の論理回路を修復する。了解。 9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。夜吐き隊 A2、 この先に 9S のコアデータが格納されている。報告、ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できない。私は夜ハブ隊支援随行ユニット、支援している夜ハブ隊 A2 に害をなす行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。
私が全部。ポッド、ナインエスを頼む。エーテル、君は？私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。Je me journal où l'y a égé ton lot.